はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつだりょうでございます。東京都が外国人に無担保融資について、調べた方から事業内容の概要などをいただきました。まあ、結論から言うとですね、会社運営や企業融資は日本人向けの方がはるかに充実、大きい会社だと専門職がいると、これは私知ってたんですけれども、大きい会社では専門職がいる、例えばですけど、二酸化炭素を減らすための取り組みなんかで補助金もらえたりですね、あとですね、女性社員、女性を多く雇うともらえる補助金であったりですね、いっぱいいっぱいありまして、すごくね、細かく、なんか、なんやかんやなんやかんや、数多くありまして、環境に配慮した工場を建てるときに、貸してもらえる融資枠とかですね、そういうのがあるのは知っておりました。大きい会社だとですね、専門職がいる、そういうですね、各種補助金をゲットするために調べて調べて、あとは役所に足運んで手続きしたりするですね、専門職もいます。あとですね、民間銀行も関わっており、事前審査はめっちゃ厳しい、取りはぐれ回収不能を恐れますから、民間の銀行はでね、回収不能になった時の損は東京都と民間銀行が半分半分だって、ですんでね、民間銀行は半分ですら回収不能になるのは嫌じゃん。だから事前審査めっちゃ厳しい、申請すれば借りれるものではない、あと枠が決まっててですね、何十億何百億と際限なく貸してるもんでもない、詳細はメルマガの方に記載いたします。メルマガ党員の方はこれの詳細調べてくれた方情報載せますんで、後でまあ知識としてね、情報としてね、見てみてください。僕と契約してメール党員になってよ。なんだっけな、これ魔法少女だっけかな、ぬいぐるみみてえなやつの名前ど忘れしちゃったんですけど、あいつはっきり言って悪魔ですよね。妖精みたいな、ぬいぐるみみたいなやつ出てきてスカウトするんですけどね、魔法少女にね、あいつは実は悪魔じゃねえかあと私は思っております。まあここら辺ですね、そういう情報。 NHK ニュース9時、女子中高生とウクライナ女性が討論、日本人女性、武器を供給するから戦争が終わらない、まあ武器をウクライナに渡すからいつまでもドンパチやってんだねーというようなことを言いました。ウクライナ女性、武器がなければ死んでしまう、日本人女性なんて言えばいいかわからない、もうどうしていいかわかんなくなっちゃったみたいですね、そう言われてね。ネットの反応です。ウクライナ人に死ねって言ってんのか、家に強盗が押し入って警察に助けを呼べない状況なら理解できるだろう、あなたたちが死んだら戦争は終わりますって言ってんだぞこいつは、現実を無視し続けた平和教育の結果がこれ。シベリア抑留とか知らんのかな、チベットとウイグルはどうなった、降伏したらそりゃひどい目に遭うのが分かってない、全くの無知で議論にすらなっていない、まあ古典古典、もちろん日本人女性、日本人の女子高生かについてですね、何も分かってないなこいつ、いう意見が多数でありました。まあね、本当に日本人なんだかどうかも分かんないですけどね、 NHK は日本人の女子高生って言ってるけどね、この番組はですね、日本人を平和ボケのままにしといてですね、外観誘致したい NHK としては大失敗だったな、武器がなければ死んでしまう、全くその通りでしてね、これが現実ですよ。
幸福すれば生きていられる、つまり平和は5回も5回、第5回、もっと言えばですね、外観誘致主義者のですね、テレビ新聞左翼教師の洗脳ですね。日本がチベットやウイグルみたいな悲惨なことになってないのはですね、マッカーサーが大統領に野心を持ってた超ラッキーゆえでして、日本を占領したのがアメリカであった、選挙があるね。でマッカーサーは大統領選挙に出たかった、日本を上手に統治したかった、その実績でもって選挙に出る計画だった、なのでGHQ はなるべく無体なことを避けました。チョコレート配ったりとかしてね、日本を占領したのがアメリカ以外だったらこうはいかないですね。マッカーサーが大統領を目指してなかったらこうはいかないですね、今頃皇室さえね消失消滅してるかもしれない状態ですよ。日本は超ラッキーだったんですよ。アメリカが占領した。最高司令官のマッカーサーが大統領選挙に出たかった、日本を上手に統治したかった。マッカーサーもね、初めは皇室を消そうかな、考えてたらしいんですけれども、いやいや、これやったらゲリラ兵が多数出現して日本統治どころじゃなくなっちゃうって思い知ってですね、やめたと、そういう理由がありまして、こういうことも子供に義務教育すべきなんだよな、超ラッキーだっただけだぞ、たまたま、結論、テレビが悪いこれね、文科省の官僚も、ま、教育教科書決めるね、無知なじいちゃん自民議員文科大臣になっちゃうような、無知なじいちゃん自民議員もテレビ見て洗脳されちゃってますからね、豊島区役所の職員みたいにね、言ってることは本当にね、テレビと同じこと言っててうんざりしましたよ。ヘイトスピーチがどうのこうのってね、良くないですよねかなんか言ってね、お前ら洗脳されてるから、どしなりつけてやりたかったんですけど、まあまあ丁寧に詳しく教えたら分かってくれたんですけどね、閣僚と統一関教育協会の関係を正す必要があるとして、立憲共産民民令和が臨時国会召集を求める8月18日、社民書いてねえけど多分社民も入ってんでしょうね、ネットの反応です。もはや森掛桜と同列、いい揚げ足取りのネタゲット、これで数年はやってられそう、召集しといて審議拒否これあっかもしんないですね何やかわかんねえからなあいつら立憲議員数名も統一に関わっているから自戒を込めた臨時国会ということだな、もちろん立憲と立正厚生会の関係や創価学会も正すんだろうな、立憲イコール角丸派、令和イコール中核派なのにどうすんの、ついでに公安監視対象の共産党も徹底的に調べるべき、ブーメラン直撃の上さらに支持率低下の予感、疑惑が深まり続けた森掛桜には飽きたの、重箱の隅まで続いてブーメランでだんまりになるのがお約束、ブーメランを直接頭にぶっ刺すスタイル、まあブーメランって意見多いっすね、糾弾するんじゃなくて立法府なんだから被害を減らす法規制を話し合わないとダメじゃん、関係ある立憲議員に何の処分も下してないのにずずしいな、立憲もテレビも統一とズブズブなのに追及できるんかこれとですね危ぶむ声も多かったです。自民に証拠のないイメージで叩き続けてですね、テレビ新聞とともにですね疑惑は含まったって言い続けてですね、他の議事進行を妨害する地帯戦闘やってましたね、国会議事進行妨害、外観誘致と森掛桜で4年騒げた、これで1年は騒げるな、統一統一でつぼつぼで1年ぐらいは
騒げるな、喜んでますよねきっとね今頃ね。立憲共産令和に関しては国会妨害がメイン事業だが、民民も一緒に要求してんのか。ここはね、たまに正気に戻る玉木以外ログでもね揃ってますからね。最近民民がいいねっていう右派も結構目にすんですけど、だがちょっと待ってほしい。民民はね、立憲共産と一緒になって喜んで国会18連休してた頃とメンバーほぼ変わってませんから。たまに玉木が正気になるぐらいでそれだけですから。いぶし銀の売国度大塚公平なんかも幹部だし、民民を信用しちゃダメです。大塚公平が民主党時代にやったことしたら民民はないな、すぐわかりますよ。民主党のね、大嘘のマニフェスト書いたの大塚ですかね。子供手当だの、財源はあるだの、大嘘のマニフェスト並べてたじゃないですか。埋蔵金あるみたいな。統一教会のとの関係について各党の対応なんですけどね。自民党なんて言ってるかっていうと、関わってた議員もいます、関係性は自己申告させる、それが嘘と分かれば処分する、デジタル河野が党内調査を担当します。維新関わってました、今後は関わらないよう通達出しました。立憲歴代代表が関わっていた証拠と根拠が複数あり、関係は現在進行形で続いてますが無関係です。なんだそれテレビ新聞がだんまりなので助かりますというようなことを言っておるんですけれどもね。これ一番被害、統一のこと欲しくて被害ってそうなの立憲じゃね。議員調査権使って国会でですね細かく暴いたらですね、どう考えても立憲の方がダメージすごそうっすけどね。ブーメランを投げずに直接後頭部に突き刺すスタイルが見れるのかな。なんかふと思ったんですけど、立憲共産社民令和の外観誘致党の議員がですね、なんか喋ったな、口動いたなって察知したらですね、お前らに言われたくないっていう魔法の言葉で9割方言い返せるんじゃないか。大体これでいけるんじゃないか。お前らに言われたくない。これで9割いけるんじゃないか。と思えてきました。靴沢予想なんですけど、臨時国会召集しろって要求は出ましたけど、公明の反対で要求は拒否され、臨時国会は開かれないと予想いたします。宗教との絡みがダメって言うんなら公明もっとやばいっすもんね。火の粉をかぶるっていうレベルじゃなくて、ガソリンかぶって火つけられるレベルじゃない。うちは統一とは無関係、公明とドヤ顔してますけど、そりゃそうでしょ、カルトのライバルなんだからさ。信者を奪い合う、ちょっと頭の弱い、信者を奪い合うライバルなんだから、そりゃ関係ないでしょう。高齢だった終戦の日の戦争特番がゴールデンの時間帯から消滅いたしました。NHK はちょっとやったみたいですけど、民放は全滅。民放テレビ局員、テーマが重いため入念な取材が必要で制作費が高額、コロナで弱ったテレビ局には重荷である。変なこと間違ったこと言えないっすからね。これに関してはね、きちんと証人とか証拠とか揃えないといけない、それが制作費が高くついちゃう理由である、時間もかかるし。77年経過しており戦争経験者が激減、取材が困難。そうだね、終戦の時に成人だった人97だもんね。同じ理由で視聴者も激減。これ今まではですね、戦争経験者がよく見ていてくれたみたいなんですけれども、戦後生まれは戦争経験者じゃねえから興味もないと、視聴率が期待できない。SNS で炎上を恐れ出演拒否される。変な放送すっからじゃねえの。こんなの
まるでね、日本が悪い、日本が悪い、なんていうことを、役者さんも言いたくない。役者さんも、てめえこの野郎って、SNS で叩かれるから、大物俳優が出演を拒否する事例も出てきているそうであります。新情報や新証拠など出ず、やり尽くした感がある。だそうです。まあこういう理由で戦争特番が作られなくなった、ネットの反応です。毎年やりすぎなんだよ。 NHK でうんざりするほどやってるし、もういいよ。戦争の悲惨さを伝えたいならウクライナの映像の方がよっぽどいいんだねの。80年前の戦争はもういいだろ。締めに無抵抗主義に誘導するのやめろ。取材が面倒ってお前らそれが仕事だろ。バイアスかかってない歴史的経緯や戦死はYouTube でいくらでもあるしね。テレビの洗脳にうんざりしてるからじゃねえ。だから視聴率上がんないんじゃねえ。今戦争の番組を作るとですね、ロシア、ウクライナに触れずにおれませんからね。そうするとですね、あれ9条で平和なんか守れねえんじゃねえ。戦争避けられる嘘じゃねえ。気がつかれてしまいますよね。共産党の小池晃もですね、9条で守れませんよ。テレビで絶叫しちゃいましたしね。攻められないようなに核武装って話にもなってね、外観誘致主義のテレビにとっては都合悪いもんね。散々戦争の悲惨さを流した後にですね、二度とこのようなで締め、そっから無抵抗無防備に洗脳するのがバレちゃってんですよね、もうね。若い人は77年前の戦争に興味ねえわ。親も生まれてねえんだからさ。今の例えば二十歳の人の親はまだ40代じゃん。生まれてねえよ。その親の親、つまりじいちゃんばあちゃんだって生まれてねえかもしんないですよね。もはや遠い昔のことで、時代劇とそう変わんなくなってんじゃないの。若い人にとっての大東亜戦争ってさ、平和イコール日本が攻められないことならばですね、中国共産党の凶悪さをもっと放送すべきなんですけど、まあ番組制作会社に日本人いないしな、外観誘致主義者ばっかだしな。国葬後に NHK スクランブルでも予定してます。次も絶対ニュースにしない予感がいたします。なんかツイッターで今度これこれこういうデモやるから取材に来いって、言っとこうかな。各種日本テレビ報道部とかいうアカウントあんじゃない。いろいろテレビ朝日報道部とかね、そういうとこに言っとこうかなと思っております。国葬上メロって集会だったら5人ぐらいでも全国放送すんのにね。そうやってですね、自社の製品の質を低めて自滅しろって。そんな業界テレビ新聞以外ねえから。車のメーカーだって服のメーカーだって一生懸命作ってんですよ、自社の製品を。さ、自社の製品を自ら低める業界なんかテレビと新聞しかねえから。放送すべきものは放送せずに、放送せんでもいいものを放送して、そんなことやってる業界テレビと新聞しかねえですよ。自分で自分の首絞めてるんですよね。反日、親米、反共、反北の中央日報記事です。文政権が自衛隊機に照準レーダー照射も含む積極的対応するように指示していた。自衛隊以外にはやるなよとも指示していた。だそうであります。ネットの反応です。全部ムンのせいにしたいんだね。宣戦布告案件だ。制裁よろしく。あそこで何してたか言えよ。全部世界中の軍にバレてるよ。大丈夫、致命傷だ。通信に応答してない理由になってないぞ。あの反論動画 BGM 付きは一体、あの反論動画全然反論になってなくて壮大なミュージックがついてて面白かったですよね。韓国政府
自ら作ったやつね。あれめっちゃウケた、笑ったわ全部ムンが悪いってことで謝罪せず幕引きしたいってことでしょ。国家に前任者が悪いは通用しない。非武装の自衛隊哨戒機に所属機を挙げていない不明船が火器管制レーダーをロックオンした事実は消えないと、4年前のことですけどね。宣戦布告同然っていう意見が多かったんですけど、だがちょっと待ってほしい。そもそも竹島盗んでる敵国ですよね、韓国はね。敵国、大使館があるのがもうそもそもおかしいし、敵国なんだから、貿易してんのもおかしいし、自由に来日させてんのもおかしいし、自由に旅行に行けんのもおかしいし、特別永住資格あるのもおかしいし、何もかもおかしいですよ。自衛隊機も気軽に接近しないように、敵国なんだからさ、そもそもが接近するときはですね、まあ攻撃食らう覚悟で行かないと、敵国なんだしね。ユンは全部ムンのせいにしたいようですけど、国家間でね前任者が悪いは通用しねえぞ。この記事も捏造かもしんないな。ムーンはそんなことやってなかったかもしんないな。前政権がですね、締結した条約とか合意とか協定とか守る気ゼロでよく破ってますけど、なんでこんなに頭が悪い国が隣なんでしょうね。我が国最大の不幸では、中国も近いし、北朝鮮もろくでもねえし、ロシアは北方領土盗んでるし、なんで日本の近隣ってろくでもねえ国多いんだろう。台湾がちょっとマシかなって思いますけれども、台湾だってね、尖閣諸島の領有を主張してますから。国家に友人はいない、言ったの誰だっけな、チャーチルだったっけかな。まあまあそういうことですよ。日本人一族の部族国家の日本以外はどこも信用しない方がいいよ。台湾だからって途端に甘くなる人いますけど、チャンネル桜とかね、そんな大東亜共栄圏みたいな古いわっていう話。今はですね、領土領海なくともですね、お金稼げる時代ですからな、80年前と違ってですね。日本と日本人以外信用するのは危ない。今までそんなのんきなことでいつもいつもやられてきたんだっぺよ。なね、後進国だからなんて情けかけちゃって、ところが親戚でもなんでもねえんだから、恩を施せば恨む国っていうのもあんですかんね、この世には。というわけでですね、まあチャンネル桜なんだっけな、ウイグル人の機械一斉履行させちゃって、そのために異を唱えた山本さんって候補者恩出したぐらいにして、なんでそんなに甘いんだよ台湾に。なんか捕まれてんのか、弱みでも握られてんのか。あ、台湾じゃねえや、ウイグルか。なんでそんないい格好してんだよ外国に、親戚でもねえものによ。つくづくね、もうあとね、抽選の日、日の丸大行進なんてやったんですけど、チャンネル桜で、デモですか、まあね、おとなしめの抗議デモではないですけど、なんか写真流れてきたから見たけど、なんか神道国盛りみたいな上り立てちゃって、チャンネル桜みたいな上り立てちゃって、売名も甚だしいんだよね。デモってそういうもんではないでしょ。 NHK スクランブルデモ、私今まで4回やってますけど、日本改革党なんて上り立てたことは一回もねえよ。主催はスクランブルデモ実行委員会だし、な売名の場所に使うべきではないと思いますよ。でもチャンネル桜最近ますますおかしいですね。なんかね、更年期障害なのかな、やっぱし老化、脳みそが老化してんのかな。ちょっとがっかりしちゃいますけれどもね。というわけで、メール党員さん、地区立候補者支部長大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。